アニバーサリーライブ。この大舞台に立てて、とても光栄です。ゆっくりと歩みを進める私に、皆さんが声援を送り続けてくれたおかげですね。その声に応えるため、羽ばたきます。未来へ。最高のアニバーサリーが、ここに。 新世紀の歌姫です。<laughs> お茶目な楓も今はお休みで。皆さんの歓声がアイドルとしての私を輝かせてくれます。心を風が吹き抜けるよう声援が力に実感します。声が思いが 溢れてきます。私たちの歌声は響き続けます。空の、その向こうまでも。私たちの歌声は響き続けます。空の果て、その向こうまでも。最高の私を披露します。私を導き続けてくれた。 愛に応えて、皆さんと歌いたい。目の前に広がる光は、プロデューサーと見た、夢の証です。いつまでも歌っていられそう。プロデューサーが力をくれますから、たくさんの人の思いと、そして私自身の誓いも、歌声に乗せましょう。 歌声は愛に変わって、心に残り続けてくれますから。聞こえますかこの声援。客席の熱気に圧倒されたくらいです。でも、私らしく歌えて、清々しい気分ですよ。力強く羽ばたいた後は、どうか。 優しい泊まり着のように私を支えてくださいね。最高のアニバーサリーがここに。新世紀の歌姫です。<laughs> ライブの熱がまだ冷めません。すべて出し切って空になった体も今は喜びでいっぱいです。心を 風が吹き抜けるよう、声援が力に、実感します。<laughs> いっぱい褒めてください。客席に広がる鮮やかな光。瞳にまだ映っていそうです。ね。プロデューサーの温かな笑顔を見ると、ほっとします。 あら、まだアンコールが歌姫からお茶目な私に戻る瞬間、プロデューサーには見せられます。同じ喜びを二人で感じて笑い合って。私たち幸せですね。年に一度の記念日でもとびきり嬉しい瞬間、それが、 今です。プロデューサーの最高の笑顔を見られましたから。